ならストロークラボ。はい、皆さんこんにちは。ストロークラボ代表の金子です。今日はね、第75回ですね。チューブですね、あのバーミスって呼ばれるようなね、あの領域について解説していきたいなと思います。この動画はね、あのリハビリテーションのための臨床脳科学シリーズとなりますので、これまでね、僕が執筆した姉妹本の脳卒中の機能回復、あと脳卒中の動作分析ですね、これらとね併用して勉強していただくと、よりね脳に強い臨床化を目指せていけるんじゃないかなと思います。皆様のね観察ポイントとか感想なんかも、お待ちしてますので、ぜひコメント欄の方に書いていただければなとは思います。最初ね、部位ね、場所になるんですけれども、まあ、前回とね、全容でも説明しましたし、変容小説用でも説明しましたけれども、もうチューブっていうのはこの小脳のね、こう正中の部分ですよね。いわゆるこう両側のね、半球のね、中心部分になってきますので、これ非常にこう複数のたくさんの小葉からね、こう成り立っていて、まあ、小脳のね、こうあの大あの前方部ですね、前葉のところの部分のこう、ね、いわゆる小脳第一列ですね、あそこの前から後ろまでずっとこう伸びているんですよね。ですので、小脳の前葉と後葉の両方の部分をこう包括していく中心部分になるんですよね。ですので、こう腸を広げた部分の胴体ってね、これまでも説明しましたけれども、そこになってきます。で、あの血液供給になるんですけれども、まずはね、こう上小脳動脈ですね、 SCA と呼ばれるような領域ですよね。これね、あのね、当然ね、今までも説明してますけれども、脳底動脈からね出ていって、まあ、特にこうチューブのね、こう上方部ですね、上部の部分に関してはこの、 あの上小脳動脈がね、血液供給をしているんですよね。で、そこがあの脳幹のね、この上小脳動脈ってこの S、 あの何て言うんでしょうね、こう脳幹の周りをね、こう移動しながらこう小脳の方に立って到達していって、まあ、特に中脳の一部とか、ね、上小脳脚とか、ああいった部分にもこう栄養をね、血液を供給していく枝になってくるんですよね。で、あと、まあ前下小脳動脈ね、 AICA ってね、これまでも説明していますけれども、ああいった部分もね、あの当然何て言うんですかね、 SCA よりはね、こう少ないんですけれどもね、あのまあ脳底動脈の方からね介して、まあ、そこのチューブのね、こう隣接部分とか、小脳のね、こう前方部分とか、ね、前方の下方の部分とか、ああいった部分のところにね、影響してきますので、ですので、まあ、あのまあ基本的にはそこまでの器用ではないんですけれども、チューブのね、こう下の方ですよね、下部のところに少し、まあ、血液供給としては、まあ、あの関与してくる可能性もあるかなと思います。あとね、まあ、これまでの後下小脳動脈ですね、 PICA って呼ばれるようなところね、椎骨動脈から出てきますけれども、これもね、こうチューブのね、あのこう下方の部分ですね、下部の部分とか、あと小脳の後面の部分の下の方ですよね、ああいったところに影響してきますので、でこれはね、当然ね、前もお伝えした延髄の方向をぐねってこう回りながら、曲がりくねって小脳に到達してね、まあ、いろんな形でこう供給していくような動脈になりますのでね、まあ、これまでも小脳たくさん動脈系説明してるので、だいぶね、皆様の中でもちょっとイメージがね、膨らんできたんじゃないかなと思います。結構あの上小脳動脈ね、あの後下小脳動脈、前下小脳動脈、なんかあれどうだったっけなってこうね、なんかこう記憶が曖昧になってる方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思うんでね、多分結構整理できてくるんじゃないかなと思います。であとね、まあ、神経ネットワークになるんですけれども、まずはね、この脊髄小脳路ですよね。こう脊髄からね、こうチューブにね、こう含むこう小脳のね、こうやっぱ固有受容感覚ですね、体の運動の動きとかね、あのああいった部分で非常に重要な経路ですね。こうすごくチューブに重要な情報のね、だからチューブやられるとこう体のバランスがあってもね、一番影響出やすいね、特に中枢部の、ね、体幹とか股関節とか影響きやすいですよね。あとオリーブ小脳路ですね、これまでも延髄の下オリーブ角で説明したと思うんですけれども、ああいった部分っていうのは下オリーブ角からこうチューブもね含むこう小脳の方にこう投射していって、ここはね、あのまあ、あのね、動画で復習してもらえたらと思いますけれども、運動学習もそうですし、運動のタイミングとかね、ああいった部分に関連してきます。あとね、まあ、胸とね、小脳ね、あの皮質胸路とか、ね、胸の小脳繊維ですよね、あの胸郭の方からね、中小脳脚を介していくところですけれども、ああいった部分も当然ね、あの チューブをね、こう含むあの、ね、小脳の方に情報を伝えたりして、これはね、あの運動の計画とかね、運動の開始とか、ああいったこう大脳皮質の情報に重要な経路ですよね。でまあ、そこが、まあ、とにかく、まあ、脊髄小脳路がね、一番こう重要な領域かなと思うんですけど、そういったいろんなところからね、あのチューブっていうのは影響を受けますよね。で遠心性でこのチューブっていうのは他の部分にね、当然影響してくるので、特にあのこう視聴覚ですね、小脳の深部にありますの でそこのですね、こうチューブも当然深部側になるので、あの深部になるので、そこのところの視聴覚のところにね、こう
投射していくんですよね。でその視聴覚っていうのがこの、ね、まあ、前回も説明しましたけれども、あの前庭覚とか、あとまあ毛様体とかね、視床とか、ああいった部分にいろんなところにこう投射していく、結構キーになるね、あの深部の核になっていきますよね。そういった部分で運動制御とか、まあ、自律系の、ね、影響にも神経系にも影響はしますけれども、あとこう、まあ、前庭小脳路なんかもね、この経路というのは非常に中部と、ね、前庭核ってね、前回もあの変容小説用でね、前庭小脳路との関連性が強いって中で、当然中部っていうのがそこに入ってきますので、そことの前庭核との接続ですごく中部からの情報っていうのはね重要で、これがまあバランスとか姿勢の維持とか、ああいったところになっていきますよね。あと神経ネットワークで言えば、この中部ね、こう含む小脳というのとね、運動の活動とかバランスとか、ね、姿勢をこう微調整していくようなところになってきますので、ですので、まあ、その、ね、小脳とこう視床と大脳皮質ですね、このあたりの経路というのは先ほどの、ね、延長線上になりますけれども、中部というのがその小脳の、ね、こう視聴覚を通って、そこから今度視床の方に、ね、接続していって、その後運動皮質とかね、運動前夜とか、運動のね、こう運動や、ね、一時運動やとか運動前夜とか、ああいった部分のこうループっていうのは、ここら辺はとにかく動きとかね、運動計画とかね、後で説明しますけれども、予測的姿勢制御にチューブは関わりますっていうね論文もありますし、ああいったバランス調整ですよね。あと、まあ小脳とね、この毛様体の回路もあるんですけれども、こうチューブっていうのが毛様体の、ね、形成にこう影響はするので、非常にこう、まあ、自律的な、ね、機能の、ね、こう動きとか、まあ、あとはまあそういう姿勢とか、ね、歩行に関連する情報で、まあ、特にこう小脳で、ね、毛様体っていうのは、ね、今までも説明した注意とか覚醒の部分とか、当然体幹周囲のバランスとか、いろんなところに影響してくるので、そことやっぱ小脳っていうのも当然連携はし合うんですよね。あと、まあ当然ね、最近の研究でこうチューブをね含むまあ大脳辺縁系で、前回もお伝えしましたけれども、感情とかああいったところに行くので、ですね、こう海馬とかね、扁桃体とか、ああいったところとの接続を通じて、認知とかね、感情の処理に影響しますよっていうところなんですよね。まあ、論文は増えてきてるんですけれども、まだまだね、この辺のところの研究というのはね、まだ不足しているので、ただそういった部分で、チューブもそういう意味では認知感情の部分の、まあ回路の部分に一部含まれてはくるかなと思います。あとね、病態像になりますけれども、当然ね、先ほどお伝えしたようなもう影響系統の体幹、特にね、手もね、大脳皮質とのとかね、皮質経路の連携はあるんで、出るは出るんですけれども、やっぱり一番はその脊髄小脳路のね、脊髄小脳と呼ばれる体幹の失調ですよね。だからまあ強ければ本当に座っとくすら結構大変ですよね。起き上がるのもなんか後ろに突っ張っちゃったりして、ああいったで歩行がね、ワイドベースになるとか。部分にもなりますし、あと、まあね、視線をこう一方向に維持しようとしても、まあ、すごいこう眼神でねブレたりね、サッカーとかもそうですけど、眼神がブレたりして視線の不安定さっていうね、眼神のことは前回の変容小説用でも説明しましたけれども、前庭核からのね情報が非常に重要になるので、そことの連携のチューブの部分でね、そういった なんていうかね、障害が起きたりすると、そういった中止ができなくなってくるってね。で先ほどお伝えしたこのね、コーノスさんってね、アキラさんって方が論文でね、ラットモデルを使用して、特にこの外乱に対してのこう予測的姿勢制御っていう形で小脳チューブの、ね、役割を見てるんですよね。以前補足運動やで予測的姿勢調節の話ねしたと思うんで、そこもね復習で見てもらえるとイメージも湧くかなと思うんですけれども、小脳チューブでもね、やっぱこう研究の方になるとこう4番から8番みたいなね、小脳チューブを細かく分類していくね、をね、当然研究基礎研究の先生方はそういうふうにやっていくと思うので、そこで学習効率がやっぱ小脳のね影響をね受けたりすると、学習効率がやっぱり低くなって、小脳がねこうそういった予測的なねバランスの調整にねこう影響が出てるんじゃないかっていうところをこう示唆する論文なんですよね。ですので予測的姿勢調整ってやっぱこう運動の出力ですよね、と外部環境とね、あと体の状況の変化ですね、内部モデル、あそこがこうねマッチングするからこそ、運動がこうねいろんな手をね上げる時の先行的なね、ハイキングとかガストロの、ね、活動とかバランスが崩れないようにとか、ああいった部分になってくるので、そういう意味ではこうチューブが感覚フィードバックとかね、運動のエラー信号ですね、ああいった内部モデルってところにすごく寄与しますよっていう論文なんですね。で画像読解のポイントになってくるんですけれども、小脳ね、まず小脳を見ていきましょうとね、当然ですけれども後頭葉の下ですよね。で他の部分でね、脳幹ともこう密接していくような領域ですよね。でチューブっていうのがやっぱこの中心にあるこう狭いね
構造になっている。当然チューブってなるぐらいなんで、こう非常にあの虫のねミミズのような形で、あのまあそなんか語源もそこから来てたような気がするんですけれども、このバーミスっていうね、こう2つにこう小脳半径を分けるところの中心部になってくるので、こうね正中線をこう行くところで、なんかこうプレートの裂け目みたいなね、なっているような独特の形状なので、まずそういった部分でなんとなくこう見て、あ、これ中心だからチューブかなっていったら、意外とまだこう全容の途中だったりしてね、チューブまで行ってないようなね、こう MRI のこう水平面の見方になっちゃう人もいるのでね、そこはちゃんとチューブをちゃんと特定していこうと。でそれであのまあ他にもね、当然第四脳室とかね、あのしっかり小脳とね、あの脳幹のね間にこうね走る第四脳室ですけれども、あそこっていうのはもうこうね当然チューブと密接していく領域になりますので、まあ変容小説用もそうですけれども、でそれでそういったまあ第四脳室っていうところでちゃんとベースでまず見ていきましょうというところにもなりますし、ですのでこのチューブっていうのがね、あの非常に特殊な外観というか、こう波状なんですね、こう隆起してる感じでね、他の小脳の部位も非常にこう隆起があるんですけれども、ただ小脳このチューブになればなるほどより凝縮してるんですよね、このうねうね感というか、そこら辺のやっぱりこう外観の特徴っていうのは、やっぱ小脳のねこうチューブの大きさとか形とか位置とか、ああいった部分でいろんな発達障害とかね、いろんな腫瘍を見ていくとか、そういった部分でねすごく重要なねチェックポイントになってくるかなとは思います。それではね、あの観察のポイントに入りますけれどもね、これもまあ変容小説用とかね、小脳って結構今回もね10個ぐらい動画をまとめてますけれども、まあ、あの大脳皮質と違って結構ね症状がどうしても被ってくるんでね、まあ、あのまた似てる要素になりますけど、まず歩行とかね、あのバランスの変化っていうことで、ね、こう特にワイドベースとか、あと大股でねちょっとこう歩くようにしたりとか、当然揺れたりとか、ああいうバランスに苦労して転倒しやすかったりとか、ああいった部分でこう病棟内をこう歩いてるときにね、トイレに行くときとか、いろんな場面でねリハビリ場面で、もちろん疾患のねあの知ってると、あ、小脳だなっていうのは分かると思うんですけれども、やっぱりあのね自分が知らない担当の患者さんでも、やっぱり歩き方で見て、あ、この人ちょっと小脳の要素あるんじゃないか、ね、それが小脳ダイレクトの病態なのか、それともねそういうまあ胸とかいろんな中脳とか円髄とかね、小脳脚に影響していくような病態なのか、あるいはもっとね大脳皮質とかであのとか視床とかの感覚性のね失調なのか、まあ、いろんな部分はこう想像していくっていうのがねすごく、まあ、臨床のね科のねこう着目のねスキルを上げていくところかなと思うのでね、そういった部分で見ていくの大事ですよね。あとまあ異常なね、当然ね前回もお伝えした変容小説用での眼振のところですよね、こう視線を集中しようとしたりとか、動いているものをこう追跡している場面ですよね、ああいった部分で日常的な関わりとかね、前回もお伝えしましたけれども、患者さんとの会話の中でも患者さんがね僕らの目を見て注視した時にそういったの揺れやすかったりするので、ああいった部分も見やすいチェックポイントですよね。あと筋緊張の低下ですよね、やっぱり握力がちょっと弱くなったりとか、手足のうまくコントロールできないとか、特に小脳のね影響になると、特にまあ急性期は特に多いんですけれども、中枢部の低緊張がね生じやすかったりしますし、あと低緊張とすごいまあ高緊張って言ったら変ですけれども、あの0-100の中でこう運動しやすいですね、ぐにゃんってなっていきなりガーンってこう立ったりするとか、まあ、いった部分のこう体を細かくね筋緊張を調整していくフィードバックシステムがすごく苦手になってくるので、まあ、そういった部分で低緊張の部分なんかも一つチェックポイントですよね。あとまあ当然それに影響して不安定な姿勢とかね、一足に傾きやすかったりとかね、体が前屈してこういうふうにしたりとか、まあ、人によってはこう進展パターンで止めたりとか、ああいった部分の不安定な姿勢っていうのは、まあ、一つチェックポイントかなとは思います。まあ、臨床のヒントなんですけれども、まずね当然眼球運動ですよね、ああいった部分の対してこう眼振がある人はね、こう今までも視覚トレーニングでね、視覚操作トレーニングでいろんなまあ医療的な機械をも使ったりね、読書でもお伝えしたりしたこともありますし、まあ人の方によってやっぱり調整してやっていかないといけないんですけれども、まあそういう視覚的なねビジョンセラピーと呼ばれるようなね、あのまあ視覚コントロールとか集中力高めたり、周辺視野ですね、ああいった部分のこうやっていく方法もね、ここでは細かく言及はしませんけれども、いろんなね視覚トレーニングってのあるかなと思います。あと転倒の予防で言えばね、当然予防していかないといけないので、まあ、いろんな特に小脳の方だとすると、まあ、歩行器とかの方が多いですよね。どうしても接触ね、自分の感覚のこの空間上の位置がわからないので、やっぱ何か触れとくっていうのが小脳の方にすごく重要なんですよね。じゃあ杖でいいじゃんってなったりすると杖も揺れるのでね、やっぱりまあ人によってはこうちょっとあのねもう
まあ、両方の杖なんかの安定したやつなんかで歩いたりする人もいますけれども、ただまあ基本は歩行区とかね、歩行器とか空いた部分で両足で安定させていくっていうところがまあ重要ですし、また当然転ばにくいようなね、自宅の環境の整理とかね、歩きやすいような接触できるようなものの配置とか、まあ、そういった部分は当然重要ですよね。あとまあ視覚のね、こう適応的な戦略で言えば、やっぱりこう以前のこうゆっくりとした回転の中でこういった視覚のね、こう見ていったり、あと目印をね、こう見ながら、時計を見ながらこうやってトレーニングをするようなことも練習したりとかね、ああいった部分で、あとまあアプリなんかでも視覚トレーニングの中でパッとかして、こう目だけ動かしたりしてね、首を動かさないようにとか、いろんなアプリの中にね、子どもの知育のなんかもあったりするので、そういった視覚的な部分でいろんなね、もう最近まあ携帯のスマホでもそうですし、 iPad なんかでそういったね、なんか 手と目と使いながらね、遊べるようなアプリなんかもあったりするので、まあリハビリ以外の時間でそういったものも楽しければね、ちょっとやってもいいんじゃないかなと思います。まあめまいが出ない人だったら、ね、であとはそういう補助具のね、活用したりしていってね、やっぱ握力が、ね、どうしても弱かったりするとね、物が持ちにくかったりね、揺れたりすると思うので、そういった部分でやっぱりより物を持ちやすいとか、人によってはちょっと逆に重い方が安定して持てるとかね、いろんな患者さんがいると思うので、そこを適用したやっぱりそういう家具とか、そういう食器とかね、重要になるかなと思います。新人さんが、ね、陥りやすいポイントとして、やっぱこうリスクと代償っていうところがあるんですよね。非常に患者さんね、こうなんていうんですかね、まあ準備をね、十分にしないまま、特に小脳の方ってこう代償戦略を作りやすいんですよね。筋緊張も弱い中でもう抵抗運動バンバンやったりとか、自転車こがせるような運動やったりとか、もうそれこそ運動だ運動だとか、立ち上がりだ歩行だってなってくると、小脳の人たちがこうどんどんもう体固定的になっていって、もうベッドに座っていく時とかも、手つくとこう体回旋させていくっていうよりも、もうこのままパターンとこう、あれはもうね、膝すら緩めづらくなってくるとか、こういうどんどん体のローテーションを使っていくような戦略がね、できなくなっていったりとか、ね、もう体背筋硬すぎて床に手をつけないとかね、そういった部分の方もいるんで、いろんなやっぱり柔軟的なね、いろんな体の使い方のトレーニングっていうのをやっぱり入れていかないと、代償をねすごく強められやすいです。でね、ちょっと関連する論文としてね、今回紹介する論文が、まあ、この論文なんですけれども、まあ、非常に小脳ね、こう脊髄小脳変性症の方のこう症状をこう中心にしながら、まあ、小脳ねこうタイミングとか正確性とか、ああいった部分にこう、ね、標的を当てて解説していくような論文なんですけれども、でその患者さんがね、こうやっぱ動くものとかね、ああいった部分とか変化する視覚、ね、情報に対してね、こう動きを予測してこうタイミングを測っていくようなね、まあ、極端ですけど、なんかこう降りてきたら予測してそこでこうやって撮ろうみたいなね、ああいったこう視覚とこの辺に来るだろうと予測してこう行くとか、ああいった部分っていうのが非常に小脳のこう、ね、機能が落ちてきたりすると、そういった予測の時間ね、先ほどの予測的姿勢制御にも影響するってお伝えしたと思うんですけれども、そういったまあ予測できるするような、そういったものの落ちてくるような視覚情報の予測もそうですし、あと手を伸ばしたら例えば重心がちょっと前に行くとか、そういった体の感覚的な予測とか、ああいった部分の実際との、ね、感覚のこう時間的な空間的なこう不一致がすごく出てくると。前のね、なんか小脳のね、高揚感で喋った小脳ってこう1ミリ1秒未満の部分の感覚フィードバックの予測とか、受け取る部分、そこの部分が非常に苦手になるってね、その秒数のことも言ってたんで、すごくリアルタイムな素早い情報のところのコントロールが難しくなってくるんですよね。でそういった部分に対してこうまた細かくね、こう書いているので、まあ、いろんな環境の、ね、予測モデルとかに基づいて、やっぱ動きを修正していく機能のね、こう小脳のね、重要性を説明してて、やっぱ単純な課題もそうなんですけれども、正確性とかタイミングをね、より要求されるような練習になるので、まあ、それこそタイミングっていうのはね、ボールのキャッチボールとかね、ああいったものをね、なんか投げたりとか、ああいった部分の方が、なんかまあこういうものを、ね、要求を固定的に切るとかっていうよりは、そういった動的な課題の方が、まあ、小脳の人の、まあ、機能は促進させやすいとは思うんですけれども、ただまあそれもね、やりすぎると代償になるので非常に難しいんですよね。あとこの論文でね、やっぱこう小脳の、ね、こう萎縮とか、まあ、障害とか、ああいった部分っていうのが小脳のね、こうなんていうかね、こう再編成ね、こうリオーガナイゼーションといって、こうまあなんていうんですかね、可塑性の部分にちょっと触れてたんですけれども、小脳ってやっぱいろんなこうちっちゃいところにいろんな機能を詰め詰めに込めてるので、まあ、一個ねこう障害がやられると他のところで補うよっていうね、こう可塑性の機能が他の脳の領域よりもちょっと限られている可能性があるっていうね、いわゆるこう代償の戦略のこう脳のね、脳の機能の代償自体が
結構他の大脳とかの比べるとちょっと厳しいんじゃないかっていうね、まあ、深刻な課題も出しているんですよね。ですね、僕もねたくさん小脳の方は担当してますけれども、当然あのね、まあ、特に大脳半球とか必須狭小脳炉の方とか、ああいった方は結構改善ね当然しやすいですし、ただね、その今回のテーマのチューブとかね、脊髄小脳とか前庭小脳のね変容小節葉とか、ああいったところの影響ですごい重症な失調の方になってくると、やっぱりあの改善はするんですけれども、ただ改善に時間がかかるし、やっぱりこうあのじゃあ最後自立して歩けるかっていうと、まあ、なかなかそこの部分っていうのは、まあ、前よりはこう物に頼る部分が減ってきたりとか、疲れにくくなったとか、転倒するのが減るとか、そういったところは目指せていけるんですけども、このやっぱりこう脊髄小脳のこういったあの、ね、一番人間にとってこう古い部分ね、まあ、原始的な体の機能のところの部分がやられたりすると、やっぱちょっとこう、まあ、そういう脳の過疎的な代償が結構大変だなという印象はあるので、まあ、この論文っていうのをね、まあ、確かにちょっと重く受け止めないといけないなっていうね考えさせられました。ですのでね、そういう意味でただまあリハビリがとにかくネガティブに捉えすぎてリハビリが意味がないとか、そういうふうには捉えないでほしいなと思うんですよね。今までのお伝えした論文でもやっぱり小脳に対するこうプログラムでやっぱりこう薬理学的な、ね、治療が少ない分、あのそういった運動療法をやっていって向上していくのがいろんな論文でね、レビューでもまとめて見られたとかってねありますので、ただやっぱりこう、まあ、限界もあるというかね、その脳機能自体が大脳よりもちょっとこう小脳の方がちょっと過疎性的な変化が起こりづらいっていうところの言及していたのでね、まあ、示唆というかね、だからそこからちょっといろいろ考えながら患者さんに合わせていきながら、まあ、やっていく必要があるかなと思います。ということでね、これでまとめさせていただくのは10の質問、こちらにねまとめていますので、しっかりチューブもねあの理解してもらえると、いろんなねあの、まあ、変容小節葉とのこう違いとか見方の違いとかね、あの脳画像でどう見ていくのかとか、すごくねまた細かく見れるようになるかなと思います。回答はこちらになりますので、ぜひ皆さんね今回のでまたいろいろと復習してもらえればなと思います。ということでね、あの長く見ていただき本当にありがとうございます。それでは僕も臨床へ行ってきます。ストロークラボは都内お茶の水で脳卒中や神経系の方々を中心に自費リハビリを展開しています。また療法士向けに脳卒中や神経系に関連する講義や実技を長期間にわたりオンライン・オフラインで実施しています。気になる方はぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。本日の動画が参考になった方はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。